皆さんこんにちはガーデコジャパンの富永です今回は有機肥料のアブラカスについてお話ししようと思っていますアブラカスは有機肥料を代表する資材で家庭菜園や園芸ガーデニングに幅広く利用されています有機肥料は土壌微生物を増やす効果があるのでついついたくさん使ってしまいがちなのですが入れすぎた場合はどうなるのでしょうか 油かすを巻きすぎた場合に考えられるデメリットを3つご紹介します。また対策についてもお話ししますので、家庭菜園や園芸ガーデニングに興味のある方は、ぜひ最後まで動画をご覧ください。 油かすを入れすぎた場合のデメリット1つ目は、肥料成分のバランスが偏ることです。油かすには、窒素が約5%、リン酸2%、カリウムが1%含まれています。肥料の三大要素の中では、窒素の割合が多い肥料と言えます。窒素は、早く木を大きくする葉ごえ、リン酸は開花結実を促す実越え、 カリウムは根の発育を促す根越と言われています葉物野菜などであれば窒素成分が多くてもいいのですが花を咲かせたり実をならせる植物やコンサイルイなどを育てる場合には油かすだけだと肥料成分のバランスが悪いです早く木ばかりが茂って花が咲かないとか実がならないということが起きる原因になります 油かすを入れすぎた場合のデメリット2つ目は、臭いです実際に嗅いでみるとわかるのですが、油かすは結構臭いがきついです土に混ぜ込むと発酵が進んでアンモニアガスなどを発生させるので、入れすぎた場合にはかなりの臭いが発生します特に住宅地での家庭菜園やガーデニングでは 使いすぎにカスを,を入れすぎた場合のデメリット3つ目はガス障害です。先ほども少しお話ししましたが油かすカスを土に混ぜ込むと土壌微生物に分解されてアンモニアガスやアショウ酸ガスなどが発生します。 これらのガスによって植物の葉が肥料焼けを起こしたり根が傷んでしまうなどのダメージを受けます油カスを入れすぎた場合には特にこのガス障害を起こす可能性が高くなるので注意が必要ですそれでは油カスを入れすぎた場合の対策についてお話します まずは養分バランスの偏りについてです。アブラカスは窒素と比べてリン酸やカリウムの割合が低いので、リン酸を補給する場合には骨粉などのリン酸肥料を、カリウムを補給する場合には草木灰などを与えます。有機肥料にこだわりがなければ化学肥料で補ってもいいと思います。 また牛糞堆肥はリン酸とカリウムを多く含んでいるので油かすカスと併用すると肥料成分のバランスを取りやすくなります油かすカスを入れすぎた場合の対処方法2つ目は待つことです。これは臭いとガス障害への対策です。 油かすなどの有機肥料は早くて2週間遅くても1ヶ月ほどで無機化といってある程度微生物に分解されますしたがって並行してバーク堆肥やもみ殻訓炭桂酸塩白土などを使って土作りをすると臭いやガス障害を早く軽減することができます それぞれの土壌改良資材の使用量の目安はバーク堆肥が1平方メートルあたり約10リットルもみ殻訓炭も同様に1平方メートルあたり約10リットル計算円は度は1平方メートルあたり300グラムが目安ですそれでは今回の動画のまとめです 油かすを入れすぎた場合のデメリットを3つご紹介しました。油かすは良質な有機肥料ですが、入れすぎは禁物です。野菜や草花を元気に育てたいと思って使ったはずが、逆効果になってしまいます。土に混ぜ込んで2週間ほど待ってから植え付けをしたり、株元から離れた場所に施すなど、油かすを使う場合には少し工夫が必要です。 良質な肥料であることは間違いないので植物がよく育つかどうかは使い方次第です上手に家庭菜園や園芸ガーデニングに取り入れてみてください